こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。この世界が混迷を極めている時期に、南シナ海での中国の活発な活動を監視するはずの米軍だが、今、その機能の一部が機能停止となり、米軍も世界での軍事展開を模索している。今米軍は南シナ海にアメリカ強襲揚陸艦とバンカーヒル巡洋艦を監視活動に向かわせる。豪州のフリゲート艦も合同演習との話だ。アメリカといえば佐世保基地に展開していた。その後、沖縄に駐留しているのは確認している。これで、米軍の南シナ海での監視活動が再開される。日本も伊豆、もの、回収が終了していれば、予想だが、南シナ海での合同演習に参加していただろう。そう、F-35 ブストベル機を運用した米軍所有の F-35B での合同演習も可能になると考えられる。だが、この時期に気がかりなことが同時に起きていた。韓国の動向だ。それでは少し説明していく。日本でも、かつて時の防衛庁長官だった金丸信の国会答弁から、思いやり予算などと呼ばれ、その費用負担が妥当な額なのかどうか、現在まで続く議論ともなっているのが、在日アメリカ軍の駐留費だ。しかし、コロナショックに揺れる2020年4月、お隣の韓国では、日本の日ではないほどの政治的大問題に発展しており、双方の代表たる文在寅、トランプ両大統領の確執も、ありかなり危うい状況に見える。正式には、アメリカと韓国との第11次防衛費分担金特別協定と、呼ばれている、この駐留経費の問題は、これ、以前の第10次の協定が、2019年末に、すでに期限切れを、生じている状況から、継続している。そもそも、アメリカと韓国とのこの協定は、1991年に始まったものであり、そうした意味においては、比較的新しい問題とも言えるものだが、年を経るごとに加速度的な増額となり、韓国が音を上げた形だ。具体的には、1991年の開始時点で年間約 1.5 億ドルであった在韓アメリカ軍の駐留経費は、実行となった2019年には約9億ドルに増加しており、その額、実に6倍にまでも達しているのだ。2020年からの第11次協定では、トランプ大統領の強硬な方針で、2019年の5倍以上となる50億ドル、日本円換算で約5400億円もの費用を韓国は突きつけられ、今に至り、金額自体は、少し下がったとは言われている。韓国の行いは大抵首をかしげることがほとんどだが、この在韓アメリカ軍の駐留経費に関しては、日本もトランプ大統領から大幅な増額を提示されていると見られるので、
他人事では済まされない。2019年度の日本の駐留アメリカ軍経費は約1974億円とされているが、一説には日本も4倍以上となる約8700億円をアメリカから要求されたとも報じられており、これが事実なら法外だというほかないだろう。ちなみに日本の2020年度の防衛予算は約5兆3000億円であり、先のアメリカ側要求の約8700億円がいかに莫大な金額かということが一目瞭然と言えるだろう。さて、韓国とアメリカの第11次協定における駐留経費をめぐる問題に戻ると、前述のように2019年末に期限切れが生じたため、2020年3月にはそこで雇用されている韓国人労働者の一部が無給での休職扱いとなった。具体的には約8600名の労働者のうち半数弱となる4000名が対象となっており、新たな協定の締結が遅延していることから、アメリカ側が対象となる労働者に個別に無給休職の通告を言ったとされている。一説には在韓アメリカ軍の駐留経費は現状の規模で総額が約45億ドルと見られており、今回アメリカ側が要求した50億ドルという額は折半どころか、アメリカ側に利益すら出る金額と言えそうだ。アメリカのペンタゴンの発表によれば、2019年9月時点での在韓アメリカ軍の数は陸軍約1万7200名、空軍約8100名の合計約2万5000名前後ということが公表されている。日本と韓国とが大きく異なるのは自国の軍隊の規模だと言えそうで、地続きの大陸半島国家であり、かつ分裂した北朝鮮と未だ休戦状態にある同国は陸軍約49万名、空軍約6万5000名、海軍約7万名もの規模を要している。この数と比較するならば、在韓アメリカ軍の占める数的な割合は極めて少ないのが実情であり、数の上では是が非でも、それがなくては通常戦力の戦いにおいて北朝鮮に対抗できないわけではないとも感じられる。このあたり、横須賀のアメリカ海軍第7艦隊や沖縄に展開する多くの在日アメリカ軍の力に国防のかなりの部分を依存せざるを得ない格好の日本とは少し状況が異なるとも言えよう。ただし逆の見方をすれば、勝手の朝鮮戦争やベトナム戦争などにおいて在日アメリカ軍の基地が最前線を支える重要な後方支援の役割を果たしたことも事実であり、アメリカ側の利点も大きいと思える。ことに現在のように中国海軍がその勢力範囲を大きく拡大しようとしている状況下においては、
その抑止力としての在日アメリカ軍をアメリカの側からも引き上げることは得策とは言い難いだろう。翻って在韓アメリカ軍は現時点ではアメリカの世界戦略にどうしても必要な存在ではないとも言えそうで、その分余計強気な交渉をアメリカが韓国に対して行っているようにも見える。ただ日本側としての不安要素としては、アメリカとの関係性に見切りをつけ、歴史的にも長い間従属してきた中国に韓国自体がすり寄っていく事態ではないだろうか。その場合、現状ですら非凡を仮想的国のように扱っている韓国が、今度は中国の軍事力を背景にして、さらに日本に対して強硬な姿勢と脅威を及ぼす兵器を配備してくる可能性もあるからだ。在韓アメリカ軍の今後がどうなるのかという問題は、日本にとってはむしろ対外的な脅威の増加につながる危険性が大きいと考えた方が良いのかもしれない。